デジタルコンテンツエキスポは2008年から日本で開催されている超高精細映像やバーチャルリアリティなどのデジタルコンテンツ技術をテーマとしたイベントである。主催は一般財団法人デジタルコンテンツ協会。共催は日本科学未来館。会場は東京都江東区の東京臨海副都心にある日本科学未来館。展示会シンポジウムセミナー。 映像上映、ステージイベントなどのプログラムで構成されている、コフェスタのオフィシャルイベントである。デジタルコンテンツエキスポは、新たな研究開発から生まれた、優れた技術が事業家に至らずに姿を消してしまう死の谷を越える架け橋となって、デジタルコンテンツ分野の先進技術を広く、社会に示し、新たなビジネスの創出や、 他の産業分野への応用が促進されることを目的としている。イノベーティブテクノロジーズはコンテンツ産業の発展に大きく貢献することが期待される技術を発掘、表彰し、他産業分野を含む社会全体に広く普及させることを目的に経済産業省が行う事業。技術マップ2015で示されている技術開発の方向性に基づき、 た産業への応用や新市場創出の可能性がある先進的な技術を広く公募により選出しデジタルコンテンツエキスポの会場で一般来場者に向け展示実演を行う2017年に名称をイノベーティブテクノロジーズに変更しビジネスモデルを対象に加えた採択技術20件程度特別賞採択技術の中から特に産業文化への波及 応用の可能性が高いものに特別賞を贈呈。シゲグラフスペシャルプライズ採択技術の中から世界的なコンピュータグラフィックスとインタラクティブ技術の国際会議シゲグラフのコミッティが先行し、翌年に米国で開催されるシゲグラフのエマージングテクノロジーズに出展する権利が与えられる。フィーチャーズは デジタルコンテンツ分野においてその年に特に注目を集めている技術を取り上げ、展示やシンポジウム等で紹介する事業。コンテントテ,テクノロジーショーケースは企業や大学がデジタルコンテンツエキスポに出展し、展示やセミナー等で自らの先進技術を紹介する事業。ガジェットジャパンは 先進のコンテンツ技術と独創的な発想から生まれたユニークなデバイスやソフトウェアを紹介する事業。インターナショナルプログラムは海外のコンテンツ産業関連団体との連携によりデジタルコンテンツ分野の世界の動向を紹介する事業。2012年から2015年までのノベーティブ。 テクノロジーズ採択技術82件から特に実用化が進んだものが2016年に表彰された。ありがとうございます。